タイマタック活動を通じていち早く FA24 のハードチューニングに取り組んだ HKS。 その過程で下級機が生み出すパワー、トルクに耐えうるエンジンパーツにも着手。 FA チューニングで培った技術をもとにハイレベルなチューニングに最適な 2.5 リッターキットをステップ1、ステップ2の2種類にてリリースする運びとなりました。ピストンは素材を吟味し、純正からの軽量化と高強度を実現。直噴の FA エンジンならではのノウハウも注ぎ込まれています。コンロッドはステップ1、ステップ2それぞれ専用品を設定。ステップ1では高い強度を備えた I 断面カチ割りタイプを採用。ステップ2ではさらなる高トルクに対応する削り出しコンロッドを採用し、さまざまな仕様に対応。クランクシャフトもこれまでの技術が結集された無駄のない単造タイプとなります。ヘッドガスケットも仕様に合わせて2種類の厚さのグロメットタイプを用意し、マシンメイクをサポートします。排気量アップにより特にターボ装着時において立ち上がりが速くなり、ターボパワーを効果的に活かせます。またターボ仕様ではインターセプトポイント付近のトルクが高く、純正コンロッドでは強度不足となります。ステップ1、ステップ2ともに高い許容トルクを持ち、ハードなターボチューニングにも対応可能です。エンジンビルダーからスタートした HKS が送る FA24 エンジンパーツシリーズ。レーシングテクノロジーから生まれた確かな品質で究極の FA24 エンジンに。